日本東京都練馬区近錦は東京都練馬区の町名へ。現行行政地名は錦1丁目から錦2丁目。郵便番号は179-0082。錦平和大団地北部を練馬区北町、東部を板橋区桜川、南部を平和台と日川台に接する。全国に錦町は多いが練馬区の錦は町がつかない。北町との北側の境を 川越街道が西側の境を富士街道、環八通りが通っている。東部は都立城北中央公園とも接する。地域のランドマーク的な東方プラザビルや東京ガスのビルが古くからある。近所院と延命院という古刹も所在する。大きな二つの道路が町周辺にあるものの、沿道以外の町内はおおむね完成な住宅街である。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、錦一1から28から5の地点で35万2000円平方メートルとなっている。この辺は昭和の初めまで下練馬村の今神五点、 東本村の一部だった。五殿とは、徳川五大将軍綱吉が、滑家の療養や高刈時に利用した五殿がこの地の北西にあったことにちなむ。その時に、綱吉が栽培させたのが、練馬大根の起こりだとも言う。1929年調整志向で練馬町を経て、1932年、板橋区成立時に、練馬北町一丁目の一部と、 練馬ま中町1.2丁目の一部になった。その後練馬の冠が外れ、中町が消え日式の町名が生まれた。比喩的に美しく立派なものを日式というが、五殿にあやかって、そのように発展してほしいとの願いが込められた。なお、五殿は綱吉が将軍職に就任後、近上院住職に譲られ、その材木を利用して、道院の改築に充当されたという。また日はかつて、 多ガ川が流れ、その下流一帯地区だった。道川は隣接する城北中央公園先で、石寺川と合流していた。近地区では1980年から81年に、暗渠化し、旧多ガ川緑道として整備されその姿を消した。ただし今も、緑道下を下水道幹線として流れる。戦時中は、陸軍専用輸送船が走り、隣接する練馬中トンチに、 練馬倉庫駅が置かれた。ちなみに、西木を流れる田原川や、西木二丁目付近を走る、蒸気機関車と高温に耳を塞ぐなどする、子供の写真は、練馬区が所蔵している。ちなみに、西木の旧町名である中町は、今も練馬区立中町小学校など、隣接町に残っている。町内に、鉄道路線はないが、近隣には、東武東上線や、東京メトロ有楽町線、 福都新線が通っている。高層路線として、カンパッチ通りの地下を通るエイトライナーがあるが、詳細な経営地や、駅の位置などを含め具体化していない。歴史参照、ネ馬区マク統計所長長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による、世帯数と人口など。ネ馬区マク、2018年1月4日閲覧。AB、世帯と、 人口町長名別。練馬区。2018年1月4日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月4日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月4日閲覧。区立小中学校学区域一覧。練馬区。2018年1月4日閲覧。国土交通省地下工事。 都道府県地下調査 ABCDE 練馬区資源制編よりありがとうございます。